ました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、出前一丁買ってましたーってことでね、今日は、大好評の袋麺シリーズの、出前一丁バージョンやっちゃいます。じゃあ早速調理スタート。今日の材料説明いきます。はい、出前一丁一袋ね。はい、それから刻みネギ少々、ニンニク2かけで卵1個、はい、これでやっちゃいたいと思います。いやいやいや、ついに出前一丁バージョンやってきましたよ。これね、実は僕一回も食べたことなくて、これをやるために初めて食べてみました。もうね、これね、ごま油の香りが特徴でめちゃめちゃ美味しいですよね。このごま油が特徴なんで、ね、ちょっとひらめいたんで、ひらめきの通り、いつも通りやってみたいと思います。まずね、これは、ニンニクね。ニンニクは2かけ、これね、みじん切りにします。もうね、この味どういうふうにアレンジしようかなと思った時に、ちょっとねこのごま油のプーンとした香りでちょっとひらめいたんですけど、なんだっけな、あれ乳担々麺って言ったかな、なんかそういった名前で、そのピリ辛で卵とじのラーメンがあるんですよね。なんかそれに近づけたこのニンニクのね香りと、その豆板醤の香りで、それにを卵とじにするっていう、なんかね、そのスタイル、ちょっとね、頭にひらめいたんで、まあ、うまくいくかどうかわかんないですけど、そのイメージ通りに、いつも通り作ってみますね。こんな感じで、ニンニクをこう、みじん切りにしてね。このね、ごま油の香りに、このニンニクっていうのも合いますからね。よし。はい、こんな感じで、しっかりね、ニンニクをみじん切りにしました。はい。いや、もう用意するものはね、もうこれだけです。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、この鍋に、まずこのニンニク入れますね。まずね、もう火ついてない時からいきます。で、このニンニクをまずみじん切りしたやつ入れますね。で、そこに豆板醤です。豆板醤。よし。はい、これはね、好みなんですけど、まあね、辛いの好きな人は結構入れてもいいんだけど、塩分濃度があるんでね、ちょっと加減しながら、大体この小さじ、ね、小さじこの2杯分ぐらいか、入れますね。これでも結構辛いんで、ここは、好みでやってくださいね。辛いのあんまり得意じゃない人は、いっぱいでもいいですし、まあ、とにかくこの辛みはちょっと入れた方がいいんですね。で、そこで、じゃあちょっと、ここで、はい。油、ここに大さじ1杯入ります。はい。はい、そしたら、ここで、初めて火を入れますと。で、最初ね、弱火でじっくりね、この、豆板醤とニンニクの香りを引き出していきます。よし、こんな感じでね、こうちょっとこう混ぜながら、最初このニンニクと豆板醤をこういうふうにね、こうやってしっかりね、香りを出していきます。これがね、一番最初これやるのがすごい大事なんで、このね、最初にこの油でこの香りを引き出すことが大事なんですよね。このニンニクと豆板醤も、この最初油で炒めることによって、もうかなりね、その、油に馴染んで、香りがね、パーンと立ってきます。で、辛さもね、ちょっとマイルドになるんですよ。で、このね、最初のこの工程でしっかり香りを出すこと大事です。いやー、いい感じだね。このね、ニンニクと豆板醤の相性っていうのは本当にいいですからね。で、こうしばらくこの、やっていくと、ほら、この油に、この、なんていうかな、豆板醤の辛みが移って、この赤くなってきますね。今これがまたその上に香り油的になって、とってもね最終的にいい味になる。ここねしっかりこうやってこう弱火で引き出していきます。これね、豆板醤とニンニクを最初に合わせて炒めることによって、ニンニクだけだとすぐにこのあれですけど、このね豆板醤の塩なんていうかな、塩加減とかがこのニンニクに移って、まずそのなんていうのかな、ニンニクそのものもこのちっちゃいつぶつぶなんですけど、めちゃめちゃ美味しくなるんですよね。で、こんな感じにしばらくやっていくと、プーンとね、ちょっとね、香りが上がってきます。で、こんな感じでしっかりもう、香りが出てきたら、ここで初めて、この、水を入れます。まずね、これね、500cc 入れます。ね、ここで。いいよと。はい。でもね、ここからもう強火でいいですよ。で、
この、出前一丁の、その、美味しい作り方は 500cc に対して3分間なんですよ。なんだけど、ここで、この豆板醤の塩分が入ってますよね。なんでこの、このまま作るとちょっとその豆板醤の塩分分ちょっとね、しょっぱくなっちゃう。なんでこの規定より 100cc、ね、余計に水を入れます。はい、よし。さあ、沸騰してきましたね。はい、そしたら、はい、ここに、はい、出前一丁の、はい、麺を入れて、はい、よし。はい、そしたらね、このね、香り油と、これが、粉末スープあるんですけど、このね、粉末スープも入れちゃいます。よっ。よし。さあ、そしたらここでちょっとかき混ぜてあげて、よし。でちょっとね、もうすぐにこの麺がほどけてきますんで、その前にですね、このね、水溶き片栗粉で水溶き片栗粉は水を2に対して片栗粉1で溶いたものです。でね、これをちょっとこの弱めてあげて、麺がもうね、ちょろっともうふやけ出したところあたりで、この辺でもう水溶き片栗粉で若干のこのね、とろみをつけますね。これがね、大事なんですよね。でこれで少しとろみをつけてあげて、で、はいはい、この段階で、はい、ネギも入れちゃいます。はい、そしたらこんな感じでもうね、若干こうほぐれてきますね。はい、そしたらここで卵をしっかりこのね、先の焦げた菜箸でしっかりこう取り入れて、はい、でこれをこんな感じでこう糸引くようにね、ゆっくりこういうふうにこう入れていきます。おい、よしと。はい、そしたら最初動かさない、はい、動かさないでしばらくすると卵がふわーっと浮いてきますね。はい、浮いてきました。はい、そしたらほんの少しかき混ぜて、はい、もうこれで OK です。そしたらね、ちょうど麺もちょっと片面に上がりましたね。そしたら最後の最後にこのね、ごまラー油。この付属のやつね。これをこう回し入れて。よし。はい。これで完成となります。はい、そしたらね、はい、出来たての、はい。出前一丁ちゃんを器に盛り付けて、よいしょ。はい、タレをたっぷりかけて、よいしょ。よーし。はい。完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、出前一丁の、はい、アレンジの、はい、なんだ、ニュータンタン麺風、からしニンニク醤油ラーメンの完成です。めちゃめちゃでしょう。よし、ね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じね、こんな感じでよ。美味しそうに撮れてるかな。よし、じゃあ早速これを食べてみたいと思います。よし、じゃあその前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。むむむしゃんしー、へへー。よし、じゃあね、てことで食べてみたいと思います。じゃあ早速食べてみたいと思います。まずね、このね、スープの感じ、これですよ。このとろっとした感じわかるかな。こうね、あんかけになってるからとろっとしてんの。そんでこのなんていうかな、卵がもう絹のような卵ね。じゃあいただきます。おほー、これはもうめちゃめちゃ美味しい。これは美味しいな。そんでこの麺にね、この絡みついたこのちょろっと絡みついたところ、じゃあいただきたいと思います。いただきます。あー、美味しいね。もうね、これね、ものすごいなんていうのかな、あんかけになってるからもうね、麺にこう絡みつくんですよね。でこのニンニクの効いたこの辛みのスープ、めちゃめちゃパンチが効いてます。
すごいパンチ力あるね、これは。で、このとろっと絹のような卵ね。ああ、おいしい。で、この、なんかね、ちょろっとしか入ってないんだけど、ネギがまた効いてるんですよね。これがいいアクセントになってる。いやー、これはあったまるわー。すごいおいしいね、これ。いやこれね、本当にね、ものすごいパンチ力がある。でこの辛いね、ベシッとこう辛いんだけど、この辛さの中に味がある。でこのニンニクがと豆板醤のこの感じがめちゃめちゃいいんだよね。でこれね、体温まるし、なんかポッカポカしてくる、もう食べてる最中から。このね、出前一丁のこのごま油が特徴なこのスープにはめちゃめちゃ合ってる。この味すごい、このパンチ力があるんだけど、ごまの香りがこうバーンと最後までこう効いて緩和されてる。うん、めちゃめちゃいい。いやこれたまんないな、この辛さが。これはこのスープはほんとね、最後の最後まで飲み干したいね。このニンニクが効いてるこの感じ。あースープがうまい。でこの麺とも合ってる。いやーすごいねこれ。ほんと余計なものないから。これニンニク、まあね、ニンニクとネギだけですよ、追加したの。まああとは豆板醤とか入れてるけど、まあお値段も安いですし、ちょっとした手間ですよね。ちょっとした手間でこれほど美味しいものできるんだったら、やらない手はないよ。本当にめちゃめちゃ美味しいですから。このなんかこの辛い中にも味がある。卵のこの甘みとニンニクの香り、豆板醤の辛みね、豆板醤の独特のそのなんか発酵した味、全部がもう絡み合ってます。すごい美味しいスープになってる。あーこれ最高だ。あー最高です。ってことで今回のってことで今回の出前一丁のアレンジ、はい、もうね、この、出前町のアレンジのニンニクバシンと効いた、ニンニクからし醤油ラーメン、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。